中国外務省は習近平国家主席がロシアなどが参加する首脳会議への出席のため外遊に出ることについて重大な国際問題に関し意見交換すると意義を強調しました。習近平主席は今日から新型コロナウイルスの感染拡大以降初めての外遊としてウズベキスタンで開かれる上海協力機構の首脳会議などに出席する予定です。またロシア大統領府のウシャコフ補佐官はプーチン大統領と習主席が首脳会談すると発表しました。ウクライナ侵攻後初の中ロ首脳会談となります。中国外務省は昨日の会見で最も重要な首脳外交だ、重大な国際問題に関し意見交換すると意義を強調しました。一方、習主席は帰国後に隔離されるのかという質問には提供できる情報がないと述べるにとどめました。